影響を受けた、はい、受けたというかですね、はい、インパクトを受けた人物の中の一人にですね、はいはい、まあ、有名な小野陽子さんがいらっしゃるというふうに、はいはい、その時のですね、エピソードをちょっとぜひ聞かせていただきたいんですが、はい、もうそれはね、はい、瞬間あっただけのね、何でもない話なんだけれども、はい、でもそれは、まあ、未だにその熱い気持ちっていうのを覚えているんですね、うん、20代の後半ぐらいでした、うん、でその記者会見に行って、でテレビ局とか新聞社の方たち、まあ、男性がいっぱいいらっしゃいました、はい、でその中で女性は、はい、毎日の記者とそれから私と、編集長と3人だけだったんですね、はい、で話聞いて、はい、素敵だなと思ったんですよ、はい、で何の話をされたってあんまり覚えてないんだけど、はい、すごい素敵だと思ったの、はい、私たちは端っこにいたんですね、はい、端っこの前の方にいたんですけれども、はい、で小野陽子さんまっすぐ帰られるんじゃなくて、わざわざ私たちの方にこうおいでになったんですね、はい、でそして私の斜め前の席にいた毎日の女性記者が立ち上がって、はい、握手をしたんで、私も思わず立ち上がって、はい、握手をしたんですね、はい、で記者会見でああやってそのないですね、ないでしょ、ないでしょ、記者会見で会見主と握手するとかですね、ね、拍手を送るなんてことはまずないですね、ありえないですよね、普通ありえないですね、でそれはね、はい、思わずこう立ち上がっちゃったんですよ、はい、でそれで握手をして、はい、でギュッ握られて、はい、ギュッて握って、はい、顔をもうこのくらいの、ね、距離でね、うん、目をくっ切って見られてね、はい、で その目を切って、ね、何とおっしゃったんですか、しっかり頑張ってくださいねって言われた、しっかり頑張ってくださいね、ただそれだけなんです、一言、目を小野陽子さんが目を見て、直接目を見て、しっかり頑張ってくださいねと握手しながら、そう、はい、でそれで吸って、もうそれだけ、はい、それだけなんですよ、はい、だけどね、帰りに、はい、会社まで15分ぐらい、バスにも乗らずタクシーにも乗らず、はい、歩いて、もうなんかね、体中が熱くなるような思いがしたんですね、うん、でその時にね、50過ぎぐらいの小野陽子さんがね、その20代の私たちに対して、勇気、はい、なんか生きる勇気みたいなものを与えてくれた感じがしたんですよ、その握手でね、で一言言葉を交わすだけで、こんな風にね、人に対して勇気を与えられるような女性に私はなれるんだろうかって、そのなれるんだろうかっていうのはすごいおこがましいですよね。でもなんかそういう風に思ったっていうことは、もしかしたらその当時の自分はそんな人になりたいって思ったのかもしれないですよね。村山社長がそのこの株式会社ファウク、はい、こちらの会社で採用する人の基準をですね、ちょっと手短に。採用する人の基準、はい、採用する人の基準は、はい、キラキラしてる人、うん、で、その前、1番素直な人、うん、2番キラキラしている、うん、そんなとこかな、うん、で、素直っていうのは、うん、うん、物事をまっすぐ受け止める人であってほしいね、受け止め方で成長の度合いが全然違うと思うんですよね。だからそのひがんだりとかなんとかじゃなくって、まっすぐこう受け止めて、そしてじゃあ自分はどうしようって考えれる人であってほしいですね。でそれとキラキラしてるっていうのはね、自分に自信がある人だと思うんですね。自分に自信があって自分の将来に期待をしている、だからキラキラするんだと思うよね。ハウ TV を見ている、若い人たち、はい、次の世代を担う人たちに向けてですね、はい、村山社長からメッセージをいただきたいんですが、うん、カメラに向かってお願いします。面白い時代を楽しんでほしいなって思います。で可能性はいっぱい広がっているし、自分がやりたいことが本当にやりやすい時代っていうふうに思います。で今フリーターとかね、ニートとかよく言われているけれども、私は、大事なことはね、自分の頭で考えて
自分のやりたいことが見つからない、自分のやりたいことしかやりたくないとか、好きなことをしたいから今はアルバイトするんだではなくって、まず何かやってみること、足を踏み込んでから考える。で、人生っていうのはあっちぶつかりこっちぶつかりこっちぶつかりだと思うんですよね。でそのぶつかりながら考えて方向が決まっていくもので、まっすぐその自分がやりたい道にまっすぐ行くもんじゃないんですよ。だからここに行きたい、ここは今は見えないかもしれないのね。今見えるところだけ行く、でじゃあここでぶつかったらこっち行けばいいのね。でそういう繰り返しの中で人生がこうずっと広がっていくので、恐れずに自分の頭まで考えてカチカチになるんじゃなくって、まずぶつかる、そしてぶつかって考える、考えて次の行動をすればいいっていう風に少しずつ少しずつこう成長していけばいいんじゃないかなっていう風に思います。はい、本日は村山社長お忙しいの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。